皆さんこんにちは。2023年10月28日、自身の SNS を更新した女優の大竹しのぶさん、歌手の森山直太朗さんのコンサートに行った際のオフショットを公開しました。大竹しのぶさんは自身のインスタグラムを更新し、森山直太朗さんのコンサートに行ってきました。デビュー20周年を記念してのツアー、素晴らしい世界の最終日、101回目のステージでしたと綴り、一緒に見に行ったという女優の木村みどり子さんとのサンショットをアップしました。4時間近く歌って語って、アイドルのように踊って、本当にすごかったです。綺麗な声で、上手で、面白くてチャーミングで、とっても楽しく幸せな時間でした。思い切り笑って、手拍子して、声上げて、一緒に行った木村みどり子ちゃんとめちゃくちゃ盛り上がりました。休憩時間にお母様の森山良子さんにも会えて、本当に幸せな一日でしたと振り返っていました。また渋谷の駅まで2人で歩いて帰ったら、途中若い男性が私に声かけてきた。お姉さん、今ホスト空いてますよって言われてしまった。2人で大笑いして帰った夜でしたと木村みどり子さんとのエピソードも明かしました。この投稿には、本当に楽しそうな笑顔です。お二人の仲の良さがじわじわですね。お二人とも輝いています。ホストのホウも大物女優大竹しのぶさんに声をかけてるなんて思ってもいないでしょうね、などの声が寄せられていました。そんな大竹しのぶさんですが、2016年8月5日に放送されたテレビ番組中居正広の金曜日のスマイルたちへで、子宮頸がんの手術を受けていたことを告白し、世間を驚かせました。1992年9月に離婚した大竹さんですが、同年の12月に婦人科検診を受けた際に子宮頸がんが発覚。大竹しのぶさんが35歳の時でした。精密検査の結果、大竹しのぶさんの場合はがんに進行する直前の前がん状態だったといいます。子宮の摘出手術ではなく、レーザーによる子宮頸部の一部を切除する円錐切除を受けることになります。しかし、ちょうどその時期に出演予定の舞台公演を控えていたことから、舞台の千秋楽まで手術を延ばし、翌年の1993年に手術が行われました。手術は無事に成功、入院期間は2日間ほどだったことを番組内で語っています。番組で子宮頸がんを告白されたのは2016年ですが、10年前の2006年に出版した大竹しのぶさんの自伝「私一人で」、子宮頸がんの告知から手術に至るまでの話が書かれています。退院後、定期検診を受けている大竹しのぶさんですが、経過でがんの再発はないようです。また2021年9月24日、東京 FM 東京スピークイージーに出演し、冗談で発言した男性経験人数がネット上などで話題となってしまった過去を振り返りました。大竹しのぶさんは同番組で親交のあるタレント清水ミチコさんとトークを繰り広げ、清水ミチコさんが大竹しのぶさんのモノマネで、私さんまさんからは3億円くらいしかもらってないのとネタを披露すると、大竹しのぶさんは笑いながら、ちょっと待ってくださいよ、そうやって嘘が本当になっていくんだよ、世間の中で嘘が本当の真実のように語られていくと釘を刺していました。その流れで清水ミチコさんと三谷幸喜監督を交えた雑誌の提談で、男性経験について30人くらいと発言したことがネットニュースなどで衝撃発言と報じられた当時の騒動に話が及びました。大竹しのぶさんは、すごかったね、本当ひどかったね、60歳で30人とか書かれてと振り返り、清水ミチコさんから、大丈夫なの、人事みたいに言ってるけどとツッコミが入ると、すごい嫌だけど100人とか1000人とか言えば冗談って分かったのかなと思って、30人でも冗談って分からないのかな、冗談も言えないんだと思って、嫌だなと思ったよ。でもあれは違いますっていうのもおかしいし、そんな話くだらないし、そんなの言いやってと訂正しなかった理由を語りました。そんな大竹しのぶさんは1973年
フォーリーブスの北浩二さん主演のテレビドラマ「僕は女学生」にて行われた北浩二さんの相手役の一般公募に合格し、芸能界デビューを果たしました。1982年に TBS のドラマディレクターの服部晴治さんと結婚し、1985年に長男日花さんを出産。しかし1987年に服部晴治さんが癌により亡くなってしまいました。1988年に明石家さんまさんと再婚し、1989年に長女IMALUさんを出産しましたが、1992年に長男とIMALUさんの親権を大竹しのぶさんが持つ形で離婚。しかし現在も大竹しのぶさんと明石家さんまさんは家族で会う機会を設けるなど仲良くされているようです。2023年3月31日に放送された TBS A スタジオにゲスト出演した際には、明石家さんまさんとの結婚生活や現在の関係について語る場面がありました。 MC の笑福亭鶴瓶さんは大竹しのぶさんをよく知る人物として明石家さんまさんを取材。事前に知らされていなかった大竹しのぶさんは、取材時の明石家さんまさんの写真が披露されると、嘘でしょ、ちょっとやめて、本当やだ、本当にまさかのところに行きましたね、なんで引き受けないでよと驚きの声を上げていました。大竹しのぶさんは離婚後も子供たちと共に明石家さんまさんと仲良く交流を続けていますが、笑福亭鶴瓶さんが、でも不思議やな、長い付き合い、でもさんまもええ男やからな、あれもう離婚し天然からあれやけど、その後の二人の関係がもう抜群やんかと話を振ると、大竹しのぶさんはそうですねとうなずきました。笑福亭鶴瓶さんが、これが優しいから、こっちは自由にしてたらいいやんか、でもあいつは変わらずほんまに優しいからやな、なんなのあれはと語ると、大竹しのぶさんはさんまさんだけがいい人みたいと話して笑わせました。食事をしていても楽しいかと聞かれると、よく喋るなーって言うと感想を語り、笑福亭鶴瓶さんが取材した寿司店でもカウンターでも全然違うとこにいてはる人でもみんなそこをさんま御殿みたいになってまうんやろと紹介すると、大竹しのぶさんはそうそう回すって感じと表現、結婚生活も回すって感じですと振り返りました。だからイベントが多かったし、ひな祭りだ、子供の節句だ、お誕生日だとかすごい、だから親戚はみんな離婚するのをすごく悲しんでましたね。でもすごい、離婚して何年経つんだろう、30年ぐらい経つんだけど、未だに私の兄弟たちにお中元とお歳暮を送ってくれるんです、すごいとも明かしていました。女優として現在も大いに活躍を続けている大竹しのぶさん、年収が気になる方も多いことでしょう。調べてみると、大竹しのぶさんの収入年収は推定4500万円だそうです。日本人の平均年収と比べるともちろんはるかに稼いでいますが、大竹しのぶさんの活躍から考えると少ないようにも感じてしまいますよね。現在大竹しのぶさんが暮らしている自宅は東京都世田谷区にある豪邸だと言われています。結婚していた時には目黒区に住んでいたそうですが、現在はその自宅を売り払い世田谷区に豪邸を建てているようです。また大竹しのぶさんは白のメルセデスベンツに乗って娘のIMALUさんとドライブを楽しんでいる様子が週刊誌に報じられたこともありました。これだけの情報でもかなり良い生活をされていることがわかりますよね。撮影時いざとなれば瞬時に涙を流すことができたと言われている大竹しのぶさん、いわゆる憑依型女優であり、女の深い闇を演じさせれば天下一品とも評される一方、本人は演技派女優と言われることが嫌だったそうです。また1973年の芸能界デビュー以来仕事が途絶えた時期がなく、テレビドラマや映画といった女優としての仕事のほかにタレントや歌手としてジャンルを問わず様々な番組に出演されています。今後の活躍にも目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。